若松市は福岡県北東部にかつてあったし市。地域は響きどと同海湾に囲まれた若松半島のほぼ全域に相当し、畜放丹田で産出された石炭の積み出し港として栄えた。1963年2月10日に小倉市、文字市、戸端市、八幡市と合併して北九州市となり消滅した。 北九州市が1963年4月1日に政令指定都市に昇格した際、旧若松市域は行政区の一つである若松区となった。後に一部が八幡西区と音楽郡芦屋町に活用された。福岡県若松市は1914年に音楽郡若松町の市政施行により誕生した。この15年前の1899年には福島県若松町が 若松市として市政志行していたため、しばらく福島県と福岡県に同米の若松市が併存することになった。1955年に福島県若松市が周辺7村を編入合併した際に市名に地域名である合図を冠して合図若松市に解消したため、併存状態は解消した。1963年に北九州市の成立により、 福岡県若松市は消滅したことから、若松市は地図上から姿を消した。地域は、律令成果では、地区全国に属する。廃藩地県によって、福岡県に属した。1891年、地区法工業鉄道により、若松駅の大型駅間の鉄道路線が開業し、筑豊丹田で産出された石炭が、若松駅まで運ばれ、若松港で船に積み替えられて、 日本全国に輸送された。この石炭の積み出しによって、若松には多くの船舶や港湾労働者が集まり、港湾都市として発展を遂げていった。歴代市長1962年頃。本文の転居、主な執筆者、編纂者もしくは、前週の題名順。ありがとうございます。